オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語学習をメインテーマに、ネイティブに通じる実践的なフランス語表現や日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどをアンサンブル講師が週替わりでお伝えします。本日の担当は響先生です。では早速お聞きください。こんにちは、アンサンブル講師の響です。今日は皆さんにフランス人の名前プレノンについてお話ししたいと思います。日本でも子供につける名前には流行がありますよね。昭和、平成、令和と時代が変わるにつれ、かつて多かった名前は影を潜め、また新しい名前が好まれるようになります。それはフランスでも同じで、時代によって流行りの名前は変わります。フランスで様々な統計を行っている研究所、L'Institut National de la Statistique et des Études Économiques、通称INSEE の発表によると、2021年にフランスで生まれた子供の名前は、男の子のトップ3が、レオ、ガブリエル、ラファエル。女の子は、ジャード、ルイーズ、エマ、だったとのことです。男の子では、ガブリエル、女の子では、エマが長年のトップだったようで、去年トップに躍り出た、レオとジャードは新しい流行と言えそうです。ちなみに4位以下10位までは男の子がアーチュール、ルイ、ジュール、アダン、マエル、ルカ、ユゴ。女の子がアリス、アンブル、リナ、ローズ、クロエ、ミア、レアだそうです。ユゴ、クロエなどおなじみの名前もありながら、マエル、アンブルなど耳慣れない名前もランクインしていますね。また、フランスでは1946年には男女合わせて2000種類ほどしかなかった名前のバリエーションが、2020年には約1万種類、つまり5倍ほどに増えています。例えば、1946年に男の子の名前で1位だったジャンは、その年に生まれたうちの 12.3% につけられました。要するに約8人に1人の男の子がジャンという名前だったということですが、現在1位の名前レオは全体の 1.4%、およそ70人に1人に満たない計算です。同様に1946年当時、16人に1人の女の子がマリーと名付けられましたが、現在トップのジャードはやはり70人に1人。それだけ名前の種類そのものが増えているということですね。これから皆さんが出会う新しい世代のフランス人は、今まで聞いたことがないような名前かもしれません。さて、本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は僕響がお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部は2月初頭にデビューされたエステル先生をご紹介します。それでは早速本日のレッスンを始めましょう。フランス語には人の名前プレノンを使ったことわざや慣用表現が多くあります。例えば乾杯の時に言うアラチェンエチェンやサヴァトレビアンの代わりに使えるサロール・ラオールなど、韻を踏んだ言葉遊びによるものが大半ですが、今日ご紹介したいのは皆さんもよく知っている名前、ピエールとポールを使った表現です。それは、déshabiller Pierre pour habiller Paul。déshabiller Pierre pour habiller Paul。ということわざなのですが、どういう意味だかわかるでしょうか？habiller という動詞は、
サビエの形で代名動詞として使うと服を着るという意味になりますが、元はというと服を着せるという意味の他動詞です。そしてデザビエはそのアビエが否定された形なので服を脱がすという意味。よってデザビエピエール、ポラビエポールは直訳すれば、ポールに服を着せるためにピエールの服を脱がす。あるいはピエールの服を脱がしてポールに着せるという風になります。転じてこのことわざには、一つの問題を解決するために別の問題を作るという意味があります。フランス人でも知らないことも多いようですが、由来はキリスト教にまで遡ります。もともとは、déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul というのが正式な表現だそうで、Saint-Pierre は聖ペトロ、Saint-Paul は聖パウロを表します。この二人はキリスト教では最も重要といえる聖人ですが、共に6月29日がその祝日とされています。17世紀頃、教会では聖人の彫刻に豪華な服を着せる風習があったそうですが、同じ日が祝日である聖ペトロと聖パウロ両方に着せるには服が2着必要です。1着しかない場合、どちらかに服を着せればもう片方が裸になってしまいますね。ここからある問題を解決するために別の問題を生むという意味が生じます。わかりやすい場面としては、誰かに借りたお金を返すためにまた他の誰かにお金を借りると言ったとき、Cette personne a déshabillé Pierre pour habiller Paul. Cette personne a déshabillé Pierre pour habiller Paul. ということができますね。いかがでしたか？今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン、無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひ、アンサンブルアンフランセのホームページから無料メールレッスンにご登録くださいね。それではまた、アビアント。響先生、ありがとうございました。アラカフェットは、日本最大のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして番組の第2部はアンサンブルスタッフのよしこがお届けします。今回は2月2日にデビューした講師エステー先生をご紹介させていただきます。フランスの大学で現代文学や哲学を専攻されたエステー先生は、語彙が大変豊富なのでレッスン中もその力を発揮し、生徒の表現の幅を広げてくれます。発音指導もきめ細やかで、見逃しなく生徒がフランス語を自然に感情を込めて話せるようになるまで根気強く教えてくれるので、語彙だけではなく発音の面でも表現力を伸ばすことができます。エステー先生のレッスンは基本的にフランス語だけで行いますが、文法構造についての説明がわかりやすく、類似表現や一緒に覚えておくと便利な単語も教えてくれるので、文法理解と語彙、そして発音を同時に強化できるという濃い内容のレッスンが魅力です。語彙力と発音の向上を目指していらっしゃる方、ぜひ一度エステー先生のレッスンを受講してみてくださいね。ご予約をお待ちしております。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では
皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てに、お名前アラカベットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。